全然、ほんまに弱いやん。話と違うで。動き話と違うんだけど。あ、ちょっと浜田さんお願いします。お願いします。すごい見せてください。おっ、入った。マジこれ、これなんか2回目回れへんねんけど、軽すぎて。当たるよ、当たる。いった背中。コーチお願いします。お、すごいすごい。何回やったらいいですか。あ、どれくらいやっていただきます。30点お願いします。お、来た。あ、活気の前についてこないんだね、ナートリーは。あ、そういうこと。お、いや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 、すごいすごい。後ろの30も上手いじゃん。やべえ、後ろ20も無理や。早草寂し。早草寂し。早草寂し。何？おお。いや、でもすごいよ。すごいや。すっごいプレイヤー。よし、30飛び。お願いします。このラウンド難しいね。ちょっと見、撮ってない撮ってない。もう撮ってる時やって、撮ってる時やってよ。なんで、なんで。ワンオクだったよ。すごいよ。世界一だよ。後ろお願いします。お、すごい。次ワンオフ行って。長い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 。ワンオフ、長くて無理。ワンオフ。ナオって一旦ワンオフ。すごいワンオフ。ナオが。ナオが。ファンに一言お願いします。いつでも挑戦待ってます。おはようございます。九回一。見たことない。4点には収まらないだろ。なんて子供の時から得意だったの？小さい頃によく遊んでましたね。得意なのは？得意なのは、まあ、さっきやった後ろ早草さが一番多分ずっとできるっすね。体力が続く限りできる。すごいね。あと今回お見せできなかったけど、俺これできるぜってのは何があるんですか？三重跳び前後ろどっちもできるますし、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、面白い技があるんで。次回鉄棒はどうですか。鉄棒は、鉄棒はそんな見て、まあ、人並みぐらいです。さすがですね、プロってすごいですね。まあ、得意なところを見つけられてよかったです。ありがとうございます。ファンの皆さん、ぜひ縄跳びの垣沼をよろしくお願いします。よろしくお願いします。新しい一面を。